最後からいい感じだな、いい感じだな。おい、どうもお疲れ様です。本日今日何日10月17日土曜日夜11時20分となっております。明日のね、秋華賞に関してまた大掛けしようかとこの前10万円かけましたので、今回も宝塚記念は10万かけて70万ぐらいになったのかな今回秋華賞も、まあ、10万円以上はかけたいなと2020の秋華賞です。まあ、三歳牝馬の、三冠が最後なんで、もうどう考えてもデアリングダクトに、デアリングタクトに、まあちょっとその注目が集まってるという、今のねオッズだと、デアリングタクト13枠、1.2 倍ですね。 1.2 倍？そうだから10万かけても12万にしかならない。ふわー、これきついよね。ほんま人気やねんな。めちゃくちゃ人気。まあ明日、まあ京都、今日大雨降ってまして、明日どれぐらい馬場が戻るのかわかんない。明日も雨降るかもしれないし、その芝のね状態があんま良くないと。だからこうスタミナのある馬、スピードもあるけどスタミナのある馬がねやっぱ勝つじゃないかと俺予想してまして、ってなると、まあデアリングタクとか、あとまあウィンマリリン、ウィンマリリン、ウィンマリリンっていう馬ね。あとウィンマイティっていうのもいいの今回。うわ、ややこしい。ウィンマイティがいる。あとまあリアメリアね。リアメリア、そう。これ2番人気かな今、9倍ぐらい。あとマジックキャッスルとかのあたりがまあ。狙っていくには、根拠なく馬券買いたくないから、できるだけ根拠を探したいんだけど、やっぱここら辺が根拠ある馬なんだよね。で、その難しい話なんですけど、また、はいはい、今日のその競馬ね、さっきあのまとめて全部京都のやつ見たんですけど、この内立ち沿いがね、馬場が荒れてるんですよ。とにかくね、その1枠とか、その内側からスタートした馬が来ないの。あね、じゃあ内側がね相当不利なんじゃないかという今、はいはいはい、のを考えてまして、うーん、リアメディアがね2枠あ内側、なるほどね。そう、その辺は捨てていいかな。ここら辺をちょっと切るかどうかは悩みどころです。へえ。で1枠にね、深山桜という、今回その深山桜に乗る福永さんっていうね、あ、福永ジョッキー、福永ジョッキー、なんか俺たちでも分かる。そう、福永ジョッキー結構有名な方、うん、福永ジョッキーは土曜日の今日の競馬見てて、結構その馬場にねこう詳しいというか、結構ねあの傷んでる馬場をね避けてくれるというか、信頼してるの俺ある程度福永さん、福永さんをね、福永さん、西田が、福永さんは朝早く起きて、馬場をまず散歩するの。へぇー。で、馬場状態見んの。うん、あ、ここら辺走ったらダメだなとか。へぇー。結構ね、ちゃんとしてくれる人で。でも1枠やねんな。そう、1枠なの。うわ、むずただ、深山桜もね、悪い馬じゃないんですよ。あんだけ内が荒れてる言うてたのに。そう。これちょっと狙っていきたいなという気もする。なるほどね。あとね、最初俺、ムジカをちょっと狙いたいなと思ったの。すごい名前。ムジカっていう馬。血統の話をすると、奇跡の血量という概念がありまして、デアリングタクトとムジカは、サンデーサイレンスっていうアメリカの馬がどっちも4世代前と3世代前にいるのよ。へー。統計的に見て、この 4×3 のインブリード、奇跡の血量はいい馬が多いと言われてる。あと12番のマジックキャッスル、ちょっとね、さっきも書いたんですけど、その馬って父親とお母さんのお父さん、だからおじいちゃん、母方のおじいちゃんのこう、なんていうんですか、
特性が結構ね、ここに出るって言われてるのね。マジックキャッスル、お父さんがね、ディープインパクト。だっけ？確かに。母方の父が、シンボリ、クリスエス。っていう馬で、これが結構スタミナのある馬というか、パワーのある馬でして、はいはいはい、血統的にも、まあ狙ってっていいのかなと。けあとはどうだろうな、パラスアテナっていう馬にもちょっと注目します。この前のシオンステークスかな、確か、はい、までは武豊が乗ってたんだけど、今回その酒井さんっていうね、初騎乗の方に変わって、でパラスアテナはね、長距離輸送なんです。今回初めての、初めてだと思う、多分長距離輸送、長い距離運ばれるんですよ。あで、やっぱ長距離輸送だと馬体が減るんです、体重が落ちちゃう。へえ。基本的には大体そう。そうなんや。で、やっぱね、そのテンションがね、上がったり下がったりするんですよ、馬によって。あ、今回 の、 その長距離輸送パラスアテナに関してはどっちなんだろうっていうところもある。なるほどね、ここがね。そうなると解明、解明をね、どうしようかね、まだね迷ってます。なんとなくこの辺りかなっていうのをちょっと。ダイアリングタクト、ここね、ちょっと赤にしようか。ここはもう、ここはね、ちょっと正直ね、いろいろ考えて切る理由をね、めちゃくちゃ探したんですけど、やっぱ切れなかった。ダイアリングタクトは絶対に、まあ、1着か2着のその馬券には絶対絡んでくるはず。で、リアーメディアはこのね、うちっていうのもあるし、ちょっと切っていこうかなと。ほう。で、マジックキャッスルもちょっとあると思う。ほう。マジックキャッスル今何人気なんだろう。9人気。けー。62. 何倍とかつく。すごいなぁ。ここら辺は狙っていってもいいんじゃないかと。へー。あとはね、ウィン・マリリンかウィン・マイティで考えると、うん、ウィン・マイティの方を狙っていきたいなと思ってます。あー、ウィン系だと。マジックキャッスル、ウィン・マイティ、デアリングタクト、あの、ミヤマザクラも俺ね、ちょっと期待します。あー。5人気21倍。デアリングタクト以外でいくと、ウィン・マイティ、マジックキャッスル、ミヤマザクラあたり。うん。そうね。あとはパラスアテナも。ああ。これ、うん、いくらかけます？今このざっくり見た感じ。明日。まあ前回よりはかけたいじゃない。10万。で今回多分何通りかかるから、うん、1個にかけるか、その金額も減っていくから、15ぐらいは、最低でも15かけたいな。20いく？ちょっとまあそれはその何通り買うかにもよるんだけど、今明日かけれるお金自分は何万ある今。いや、9万。9万今9万じゃないです、かけれるお金が。かけれるお金がで、ちょっとね、6万だね、最低でも6万は許可してくんない？人で、人から金いった金の方が絶対当たるんだから。いや、集中度が違うのよ。いや、この6万、15万のうち6万、はい、これが人の金であるということによって、俺の集中力ぐんと上がります。お疲れ様です。10月18日日曜日、現在何時ですか？2時45分、週刊賞当日となりましたが、よいしょ、まだ迷っております。あと今日はあの血統に詳しい小山さんにもお願いします。の競馬に関する作家さんを呼びました。お笑いは全く、お笑いとかじゃなく競馬の作家さんです。変わってないですか、昨日と予想。ベアリングタクトの一着から流そうと思ってたんですけど、それやめようかなと思って、うん、え？マジ？うん、あんだけカツカツ言ってたのに。ああ、ちょっと結構昨日雨降ってて、うん、今日晴れたから、はいはいはい、馬場がガラッと変わっちゃったんですよ、はいはいはい、昨日多分予想してた時は、はい、内が全く来てないっていう話、内が来ないって話したからリアメディア切ってたのよ、うん、
そしたら今日のもう前午前中とか昼のレースバンバンうちの馬が来るってで、今回でもその固くいきそうな感じもあるからね。ちょっとデアリングタクトが 1.4倍、 1.4 倍ぐらいですね。あ、デアリングタクトに昨日の時点で単勝1000万突っ込んだ人がいるらしいよ。いるらしいっていう、そのせいでもどんどんオッズも下がる。1000万突っ込む、1400万になるために1000万になるため、えぐいな。すごいよね。負けた時どうすんだろうね。ほんまどうすんねん負けたら。今3時14分、はい、あと30分ぐらいですかで始まるんですけど、うん、ちょっと今考えてるのは、うん、一番の深山桜と綺麗ね、2番のリアアメリア、リアアメリアと、あとは17番のウィン・マリリン、うん、このうちの2頭ぐらいを馬単の軸にして、こっから、10頭ぐらい流す。馬単の軸ってことは1着にこの3頭のうちのどれかがなるっていう予想。はあ、なるほど。こっから10頭ぐらい、こっから10頭ぐらい流すで20万。デアリングタクトと、あとは、誰だっけ、デアリングタクトと、マジックキャッスルとかソフトフルートとか、うん、そのあたりとのワイドにもう一発で10万とかかけちゃうみたいなのも考えたんですけど、はいはいはい、絞ってそのあたりに今10万ずつかけちゃうみたいなのを考えたんですけど、それが6倍とか。あ、それでも10万10万だから、あ、でも60万、前回のに近しいにはなるんだけど、でもだいぶ人気の低いやつで当てないと、ワイドも、うん、で別にそのマジックキャッスルも10人気、ソフトフルートも9人気、うん、あ、だからそんなに高かないのよ。いや、バグってる感覚が。ミスニューヨークでやっと20倍ぐらいになるの、15人気の。あ、まあ、かっこいいのはもし来なかったらデアリングタクト切って当ててる方がかっこいいわ。かっこいい、ニュースになる。回答的にもニュースになるし、ニュース狙ってる。バズることを。でもこれサーヤばっかニュースなってるからな。そうよ。これも馬ぐらいだね。はい、今何分、やばい、33分。決めました。決めました。はい、馬単で深山桜とディアアメリア軸、デアリングタクト切った、切った、こっちも入れてない、相手にもいない、相手にも入れてない。はあ、だからもう2着までに来たら終わり。いくらかけた。これが 2×10 で20通り、はいはい、の、1人1万円。はあ、20万、これですね。うわあ、これ最低でも77倍つきます。なるほど。77万、最高だと2783つきます。ニュースになる。外車で買って、そうか、乗って帰ろう。そうだ。うわー、始まる。落ち着いて入るな。西田さんも落ち着いてますよ。なんか勝負しすぎてるね。大丈夫、逆に落ち着ける。よいしょ、始まった。飛び出しました。あっとしたスタートになりました。さあ、どこから行くのか。中段ぐらいからレースを進めようとしています。デアリングタクト13番オレンジ色の帽子は中段ぐらいからレースを進めようとしています。マルターズディオさん言ってんなよ。ディオさんも迷ったのよ。真ん中からフィオリキアリ、サンクテュエール、この辺りが先行グループを形成していって、アブレイズはちょっといけない。内側に。オレンジ色の帽子、13番、デアリングタクト。悪くない。後方から5番手から6番手あたり、縦長になってきました。ファンの皆さんも声を出せません。その分、熱い眼差しを送ります。声を出せない、ね。先頭3番のマルターズディオさんで1馬身のリード、2番手に4オーピース、3番手にマリリンです。その
手の白い帽子宮間はいはいいます。アメリアはこのポジションを取りました。4番手5番手にいます。総定のリオリキアリ内からは9番のサンクテュエール、その後ろにクラバシドール、さらには15番のここにいたのはミスニューヨーク、ミスニューヨーク、そして18番のアブレイズ、アブレイズそこにいるのか、デアリングタクト、そして外にいたデアリングタクト早いな。デアリングタクト松山浩平、いいところちゃう。デアリングタクトもちょうど中段だね。うん、前にいない。デアリングタクトが結構早めに上がってくるね。もっと後ろなんや。いつも。まだ？まだ？最後ここから。いい感じだな。いい感じだな。これこれこれ。ああ。大丈夫か？挟まれてる？ああ。マルターズディオソだよ。デアリングタクト来ちゃったよ。あーやばい、来ちゃった来ちゃった。やられた。やばいやばいやばい。あー終わった。一着。いい馬。終わりました。俺の夢が終わりました。ダメです。デアリングタクトです。あ、12番って何でしたっけ。マジックキャッスル。マジックキャッスル、そうだ。だからそっちで買ってれば当たってたわ。これです。いや負けましたね。あ、終わりました。20万。20万終わりました。おい、終わりました。今回の秋華賞大外しです。すいませんでした。ありがとうございました。負けました。こないだあんな楽しかったのにな。まあまあまあね。なんかかける言葉もないわ俺からしたら。なんて言ったの。なんかなんて声かけ、競馬負けた人になんて声かけたらいいんですかね。なんか確かにな。20万負けましたからね。まあ負けました。ちょっとまあ、でも今新潟12レースで8万取り戻したんで。え？すごい。え？5000円。そう。5000円から新潟12レースの1と12のワイド5000円で。おおほんまや。8万円取り戻しました。すごい。あと12万っす。すぐ取り返していくねんな。こういうのがどんどんドツボにはまってくのよ。バイトせえよ。